i l イ,イズ歓喜ナンバーアンダーラインアイ初単独ライブの舞台裏とファンネーム発表の瞬間期待の新生ナンバーアンダーラインアイ夏フェスでの新たな挑戦その魅力と未来予測2024年の夏音楽シーンに新たな風を吹き込んだナンバーアンダーラインアイは初の単独ライブノーオーリングを有明アリーナで開催し その力強いパフォーマンスで多くのファンを魅了しました。今年1月にデビューしたナンバーアンダーラインアイにとって、このライブはグループとして3度目のステージとなり、平野翔、神宮寺優太、岸優太の3人は堂々とした表情で舞台に立ちました。彼らの初ステージは、3月に東京ドームで行われた戸ベ所属全アーティストによるコンサート、トゥーヒーローズ・戸ベファーストスーパーライブでした。 このステージはナンバーアンダーラインアイのファンにとって待ち望んでいた再会の場所でもありましたライブではゴートやブローユアーカバーなどの洗練されたパフォーマンスで観客を魅了しイズイットミーではメンバー同士が声を掛け合うシーンもありましたアンコールで再び歌われたゴートでは歌わりをシャッフルするなどファンにとって忘れられない瞬間が数多くありました東京ドームは 昨年10月15日に彼らがグループ結成を発表した場所でもありその意味深いステージでの再会はファンにとっても感慨深いものでした約1ヶ月後ナンバーアンダーラインアイはコーチャエラ・バレエ・ミュージック・アアーツ・フェスティバル2024に,に初出演しました世界中で知られるこの大規模なフェスに出演するという大きな挑戦に対し彼らは見事に依頼ました 特にゴートではゴッドセブンのジャクソン・ワンとのコラボレーションというサプライズもあり観客を驚かせましたこの経験により彼らのグローバルな活躍の夢がぐっと現実に近づいたことを実感させる一日となりましたそして迎えた有明アリーナでの初単独ライブ直前に IMP や北山博光も単独ライブを行っておりそれぞれ独自の世界観を作り上げていましたが ナンバーアンダーラインアイもまたボンテは和の演出を取り入れるなど彼ららしいパフォーマンスを見せてくれましたこの公演の模様は8月16日19時よりアマゾンプライムビデオで世界独占配信される予定でデビューから半年間の活動の集大成ともいえるステージでしたライブ内ではファンネームが i l y s i l e s に決定したことも発表され MC では客席を見渡しながら「会えたね」「ちゃんと見えてるからね」と嬉しそうに手を振る3人の姿が印象的でしたファンとアーティストが直接コミュニケーションを取れるライブは彼らにとっても大切な場所でありファンにとっても支え合う愛を感じる瞬間でしたナンバーアンダーライン愛はデビューからの半年間で数々のショップのライブステージを経験し今後のライブ活動としては ロックインジャパンフェスティバル2024やサマーソニック2024への出演が控えていますこれらのフェスは彼らにとって国内フェス初出演となりまだナンバーアンダーラインアイの音楽に触れたことのない人々にもその魅力を届ける絶好の機会となるでしょう雑誌やラジオのインタビューで多くの人に自分たちを知ってもらいたい一人でも多くの人にパフォーマンスを届けたい と語っていた3人ロック・イン・ジャパン・フェスティバル2024やサマーソニック2024でのステージでは「トゥー・ヒーローズ」や「コーチェラ」「ノー・オー・リング」で培った自信を力に変えたパフォーマンスを見せてくれることでしょうナンバーアンダーライン・アイは3日間の単独公演を完走した後もその勢いを止めることなく走り続けています 9月にはファーストアルバム n o イのリリースも決定しておりファンにとって嬉しいニュースが続々と舞い込んできますライブ活動を含めた様々な挑戦を経て彼らの夢が一歩一歩現実に近づいていることを実感させます有明アリーナでの公演は昼夜6回ありすべてがエントリーされましたがすべて即ソールドアウト一般販売でも購入にたどり着く前に瞬時に売り切れ リセールも当たらず彼らの人気の高さを再確認する結果となりましたナンンバーアンダーアダラインアイの楽曲は日本の伝統文化を取り入れた新しい形のヒップホップやロック調 R&B シティポップ調の曲などバラエティに富んでおりダンスパフォーマンスも素晴らしいものでした3人がとてつもない努力を続けていることが伝わってきます SNS で見せる彼らの表情はいつも輝いておりその充実ぶりが伝わってきますファンネームの発表時にはファンとの愛が感じられる瞬間も多くあり彼らの成長と成功を見守るファンにとっても特別な時間となりました私は若い3人の挑戦を応援し続けたいと思いますライブには行けていませんが地上波や SNS で彼らが楽しそうに踊っている姿を見ると こちらも思わず方が緩んでしまいまいす家でテレビを独占できるときには YouTube で繰り返し見ています彼らの夢が一つでも多く叶うことを ILYs として願っています妻が20日に念願のナンバーアンダーライン I のライブに行けたことは言うまでもなく最高の経験だったようですアルバムの発売やツアーも決定し妻の推し活も活発化することが予測されます 推しのちゃんを満喫したようで大満足だったと聞きましたナンバーアンダーライン・アイの活躍は今後も楽しみです行った人たちのレポートを読むと音源よりも成果の方が良かったという意見が多く彼らの努力が伝わってきます夢に向かって輝き続ける彼らの姿を見ることができるのは本当に幸せですアアルバムもツアーもツー楽しみで その前に Amazon プライムビデオでの配信が待ち遠しいです。これからもナンバーアンダーラインアイの挑戦を見守り続けたいと思います。彼らは花があり、表現者としての圧倒的な存在感を持ちながら、緻密な楽曲プロデュースとともにファンに喜びを届け続けています。彼らの成長とともに、私たちファンも一緒に成長していけることを願っています。 このの夏夏ナンンンバーアンダーアアダラインアイは再び挑戦の夏を迎えます新しいステージでのパフォーマンスを通じて彼らの音楽と情熱をもっと多くの人々に届けてくれることでしょう彼らの未来にはどんな素晴らしい瞬間が待っているのか期待が高まるばかりですファンとして彼らの夢が一つでも多く叶うようにこれからも全力で応援していきたいと思います ナンバーアンダーラインアイの音楽と情熱がこれからも多くの人々に感動を与え続けることを信じています彼らの旅路はまだ始まったばかりですがその歩みは確実に未来へとつながっていますこの夏彼らの挑戦を見守りながら一緒にその瞬間を楽しみましょうこれからもナンバーアンダーラインアイと共に歩んでいくファンの皆さんと一緒に彼らの成功を祈り続けます 有明アリーナでの公演が終わってからもナンバーアンダーラインアイの活動はますます活発化しています彼らは次なる挑戦として国内外のフェスティバルへの参加を予定しています特にロックインジャパンフェスティバル2024やサマーソニック2024は国内の音楽シーンで重要なイベントでありここでのパフォーマンスは彼らのキャリアにとって大きなステップとなるでしょう このフェスティバルへの出演は彼らの音楽を新しいファン層に届ける絶好の機会となりますこれまでに彼らの音楽に触れたことのない人々にとってもナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは鮮烈な印象を残すこと間違いありません彼らはこれらのフェスティバルでの経験を通じてさらに成長し新たな創造的なインスピレーションを得ることでしょう